人と喋ることがまずなかったから なんかさ、友達とかさ、いないしさ、私書いたやつじゃない？朝日へ、いつも仲良くしてくれてありがとう。よいしょ。緊張する。緊張する。大丈夫かな。なった。もしもし。もしもし。え、リリカ？早く気づいてくれてる。嬉しい。もうめちゃめちゃさ、誰だろうと思ってさ、なんかさ、友達とかさ、いないしさ。しかもさ、すごいさ、なんか朝から、誰だろうと思ってたんだけど、嬉しい。こだまりりかです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとう。私たちはね、ちょっと知らない方も、多分、結構いると思うんですけど。そうだね。あの、北海道ね、出身が一緒で、北海道のスクールも一緒だったから。そうなんですよね。初めて会ったのは10年前ぐらい。あ、そんな前だっけ？そう、小学校の時だから、多分それぐらいになるんだよね。うわ、ちょっと月日も感じるね、それはね。早いよね。ねえ。なんか、でも、そのスクール時代の時は、実はそんなに喋ったことがなかったじゃん。そうだね。結構、もうなんか、ね、朝もずっと一人でいたしね。私は、その時、朝日の印象はすごい、なんか一人で、端に座って、こう、スンとしてるイメージがすごいあったんだけど。ね、いつも端にいたら、そう、朝日はその時、私のことどういう印象だったとかありますか？でもすごくさ、なんかリリカは結構なんだろう、なんか4人とか5人ぐらいのさ、なんか仲いい女の子たちの、そう、なんかグループにいたみたいなイメージがあって、それも可愛いなってずっと思ってたんだけど、でもさ、まず喋りかけられないからさ、なんか可愛いって思って言って終わった。そんな、そんな感じで思ってくれてたんだ。そう。嬉しい。そっか、あの時もっと、ね、喋ってたら、どんな感じになってたんだろうね、今。いや、そうだよね。ね、でもあの時喋ってたら、もっと、なんか今さ、なんかスクールの時とかはさ、なんか顔合わせたりしてたけどさ、なんか空白の期間みたいなのあったじゃん。空白の期間なかったかもしんない。そうだね。変わらずね、ずっとご飯行ったりしてたかもね。ね、でもこうやってなんかまた、仲良くね、してくれて本当嬉しい。いやいや、こちらこそだよ。ありがとう、本当に。いやいや、ありがとう。じゃあ上京してさ、連絡取り始めて、そのスクールの時よりも結構、喋ったりとかご飯行ったりする機会が、急に増えたけど、なんかそのスクール時代と今で私の印象違ったりする？そうだね。でもそうか。変わんない？でもね、でもね、ほわーってしてる、なんか優しいみたいな、なんかあったかいみたいな雰囲気出てるのはね、なんかずっと変わんないなって。嬉しい。そっか。なんか逆になんか、そう、私とかどうですか？いや、でも朝日はそれこそさっき言ったけど、スクールの時はなんか一人でスンと座ってるイメージがすごいあったから、なんかこうすごい関わるようになって、
なんかめちゃ笑ってくれるし、明るいし、なんか思ってた印象とは結構真逆だったかも。すごい静かで、なんかクールなイメージかなってずっと思ってたから。あ、本当に？そう、もうゲラゲラ笑ってくれるから。確かにね。そうだよね。だって、うん、人と喋ることがまずなかったから、笑う場面もないみたいな。ちょっと話が重くなってきて。ああ、確かに、ポップに行こう、ポップに。上がってこう。そうだね。ね、そうだよね。うん、そうだ、私、うん、一個、あの、言ってないことがあって、朝日に。怖い、何？全然怖くない話なんだけど。朝日がさ、昔、あの、ワースターの最上級パラドックスを目覚ましのアラームにしてくれてるっていう話を聞いて、うん、めっちゃ嬉しくて、うん、その話を聞いた次の日から私もリトグリさんアラームに設定していただいてるんですけど、ずっとなんか言ってなかったから、このタイミングで言おうかなと思って。嘘。そうなんです。好きだをアラームにさせていただいてます。あ、起きれるそれ。めっちゃいいイントロ。なんて言うんだろう。こう、急にガンガンって来てもびっくりしちゃうし、こうすっごいバラードすぎても起きれないんだけど、あのイントロがもうすごい好きで起きれるんですよ。ほんとちょうどいいのかな。はい、ありがとうございます。いつも起こしてくれて。いやいや、こちらこそもういつも最上級で、もう起こさせていただいてますもん。ありがとうございます。アラームしてくれて、ね、本当に。いや、またちょっとさ、ライブもね、見に行きたいんだよね。いやー、嬉しい、本当に。朝日忙しいのに、なんか合間縫って、ね、ライブ来てくれたり。ね、なんかね、前はね、一人でね、見に行ったりしてたけど、ねえ、ね、この前はね、あのスタッフさんとスタッフさんとね、なんかすっごい昔はさ、ちっちゃいライブハウスとかに朝日が一人で来てくれて、なんかファンの方ってぎゅうぎゅうにすごい近い距離でいるのを見た時にそうだね、なんか、ごめんねってなって、ね、全然全然嬉しいよ。いや、そう、なんかさ、本当はね、なんか一人でもさ、ペンライト持っていきたいんだけどさ、一人だとちょっとさ、やっぱなんか変に目立つのもなんか恥ずかしいなと思ってさ、ね、あと関係者席だとやっぱサイリウムとか持ってる人なかなかいないからね。そうね、でもね、目立つよね。そう、前回はしっかり青で見えました。そうそう、応援させていただいて、ありがとうございます。私もぜひまたリトグリさんのライブお邪魔させてください、ね、そうだよね。リリカもね、めちゃめちゃ遊びに来てくれて嬉しい。いやー、でもあの挨拶が本当に緊張しちゃう。いや、そう、挨拶さ、なんだろう、会いたいんだけど、そこまでの行くさ、なんか道のりみたいなのがさ、そう、結構ね、いろんな大人に囲まれながら、しかも、挨拶する時もさ、朝日がいてくれるからすごいちょっとなんか安心するんだけどさ、やっぱりもうテレビで見てる方々だからさ、もう挨拶するのも緊張しちゃうよ。いや、わかるよ。もう私もそうだもん。リリカがいての救いだけど、他の皆様ごめんなさいみたいな。そんなごめんなさいねって思いながらいつも、しかもおどおどしちゃうしさ、なんか堂々とさ、なんか、来ましたみたいなさ、なんかできたらいいんだけどさ。うん、朝日確かに、もうあの、ドーンと構えて、いてほしいぐらいの方なのに、朝日は。なんかもう、ペコ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 ちっちゃくなりながら来るから、そんなことしないでってなる人。いや、なんかね、気づいたら腰曲がってんだよね、なんかね。わかんない。腰曲がって。曲がっちゃうよ。面白い。そうだね。またぜひ、ライブ行かせてください。うん、ね、それも応援しに行くわ。ありがとう、待ってるね。うん、逆になんか普段、全然この会話したことないなっていうテーマがあって、それが聞きたいんだけど、ほう。なんか将来の夢の話とか目標とか、全然あんまり話さなくない。こう今の仕事の話とか結構するけど、夢とか話したことないから、あ、それ確かに、ね、ちょっと聞きたいなって思うんだけど。あー、そっかそっか。うん、なんか朝日がグループとしてとか、個人として目標にしてることとか夢はある？そうだね。
でもすごくさ、やっぱライブが好きだから、そう、いろんなところでライブするのは、まあ、今もできてるけど、今後もずっとやっていきたいなっていう目標でもあるし、あとなんかアリーナとかは経験したけど、なんかもっと大きい会場とかもなんか建てたらいいなーって思ったりとかはするかな。絶対できるよ。いやいや、あとさ、私たちはさ、北海道出身じゃん。だから、北海道とかでも、なんかお仕事できたらいいなって思ああ、う。確かにね。なんね。か北海道行ったら広告全部朝日とか見たいもん。いや、じゃあ広告でもさ、怖っ。街中のポスターとか全部朝日なの見たい。ちょっと、嫌われそうだな。もういいっ全然てだよ。全然、北海道のスターですから。いや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 。じゃあ、ここでちょっと、引き出し開けてもらおうかな。引き出し？あるかな？春は。開け ま開けす。てもらっていいですか？待って、何？ちょっとこれ、あ、知ってるぞ。何？これ知ってるんだけど。今これ知っ何て言っる。てる？これさ、これ私書いたやつじゃない？いや、これ私書いた手紙だよね。なんです。実は私の二十歳の誕生日の時に朝日がプレゼントと一緒にお手紙書いてくれたじそうゃん。だね。そう、それがめっちゃ嬉しくて、普段友達から手紙とかもらうこともないし、嬉しい。そう、それがすごい嬉しくて、めっちゃ大切にしてたものなので、ちょっとここでみんなに自慢したいなと思って持ってきました。これ開けていいのかな？お、いいよ、全然。何書いたかも覚えてちろん。ない。ちょっとじゃあ、見てください。でも、全然、朝日が私に書いてくれた手紙だから、内容嫌だったら読まなくて大丈夫だけど、そういうものをいただいたよっていう自慢をしたくて、入れました、引き出しに。なんかさ、待って、本当にさ、ちょっとさ、恥ずかしいさ、とこをさ、言うわ。いいよ、私言っさ、て言って。ついに20歳だ。 ねえ、20歳だねでいいじゃん。だーって何？ もうなんかね、その手紙に朝日の世界観が詰まりすぎてて、もう元気出るんだよね。すごい、なんかさ、大人ということで、ハテナ、ブイブイ言わしていこう、わら。ねえ、本当にさ。そう、手紙って言うとさ、やっぱしっとりなんか来るかなって思うじゃん。いや、そうそしなたらんだもうよ。なんか真ブ面イ目ブイにね。言わしてこうとか書いてて、本当に面白くて笑っちゃった。ちょっとさ、本当にこの時の自分、びっくりしちゃうわ。1年ちょっと前ぐらいかな。ねえ、でもね。嬉しかったんですよ。ちょっとね、なんか、捨てないでくれて嬉しい。いや、して 大事に持ってます いや、よ。取っといてくれて嬉しいな。いやいや、でね、その朝日からもらったお手紙がすごい嬉しかったわけですよ。ねえ、なんかこういう機会をいただけたので、私も朝日にお手紙書こうと思って。もしかしてこれか。書いてきたんです。ちょっと、私が読もうかな。じゃあ、読んでもいいです見てか？いい恥ずの？かしいんですけど。あ、いいよ、いいよ。字きれちょっと、恥ずかしい、恥ずかい。しい。じきれいな字。ゃあ、読みますね、私が。いきます。朝日へ、いつも仲良くしてくれてありがとう。朝日とは出身も一緒だし、年齢も一つしか変わらないし、上京して芸能のお仕事をしているところも一緒だし、共通点も多くて何でも話せる大切な友達です。人の気持ちに寄り添えて何事も一生懸命頑張る朝日を本当に尊敬してます。私はずっと朝日の味方なので、何かあった時はいつでも頼ってください。また美味しいもの食べに行こうね。これからも友達として、そして一ファンとしてずっと応援してます。大好き、こだまりりかより。いいえ、ちょっとブイブイ言わせる系の手紙は書けなかったんだけど。もうこれでこそ響くんですよ。ブイブイ言わしてこうじゃないのよ。そう、お返事が書けてなかったから、これを、
この機会にちょっと手紙書きたいなと思ってこういう機会をいただきました。めちゃめちゃ大切にするわ。どうしよう、冷蔵庫とかに貼っとこうかな。いやいいいい、そこまでしなくていい。しかもなんかさ、しっかりさ、本当に字綺麗だね。いや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 、恥ずかしい恥ずかしい。私なんかさ、難しい漢字もしっかり漢字で書いててさ、恥ずかしくなるわ。違う違う、それは携帯で調べた。ああ本当に。そうそう、ね、なんか私ね、なんかあ、これ難しい、一生懸命のなんか懸命って漢字難しいか、ひらがなでいっかとかちょっと思っちゃうもん。頑張って書きました。ありがとね。いやいやいや、本当に大切な友達なので、私にとってこれからも仲良くしてくれたらなと思ってます。いやいや、もう私にとってもよ。本当に嬉しいよ。本当にこのね、芸能のお仕事ね、やってるお友達もさ、本当少ないし、うん、少ないってか、ね、リカしかいなかった。本当それぐらいの、いやいや、本当大切だ。それもありがとう。ありがとう、こちらこそ。嬉しいな。嬉しいね。じゃあ、うん、次なんかまたね、いろいろ行きたいとことか食べたいものもあるし、うん、私個人的にまだ、うん、泊まりで旅行とかしたことないから、あ、行きたい。そう、朝日と行きたいんだよね。すごい、絶対楽しい。ちょっと落ち着いたら旅行も行きましょう、うん、行こう。もう予定合わせよう、絶対ねえ、うん、楽しみにしてるね。うん、いや、ありがとね、うん、ありがとう、こちらこそ。じゃあまた LINE でお会いしましょう。うん、LINE するわ。動画も送るわ。うん、ありがとうね、今日は。ありがとう、うん、じゃあ切るね。バイバイ、はい、バイバイ、ありがとう、ありがとう。嬉しい。